大池のボート乗り場車寄せに立つ看板県民海浜公園は石川県金沢市西部にある都市公園石川県が開設運営している都市公園である金沢市の西部西川が日本海に注ぐ河口付近の先打ちにあり西側は日本海に面した黒松の保安林北側と東側は西側に接している中央に 大池と呼ばれる池があり、貸しボートに乗ることができる。園内の大部分は、黒松の林、えのきの森、くるみの森、ニセアカシアの林などと名付けられた森林や緑地が広がっている。西川に隣接する笹越の池には、野鳥観察車が整備されている。また、流れるプールや、ウォータースライダープールなど、大小九つの野外プールや、野球、ソフトボール、 サッカーなどができる運動広場がある。元は陸軍省の所有する演習場があり、戦後金沢市有地となっていたが、1971年に石川県がこの市有地と海浜の国有地に一部民有地を買収して加え、県政100周年記念事業として公園を整備した。2006年からは石川県の指定管理者制度により、 T&A 有限責任事業組合が指定管理者として公園の整備、運営を行っている。北西側の日本海に面した敷地に県民海浜プールと呼ばれる野外プールがある。下記期間中のみ利用することができる。施設内には大小9つのプールのほか、売店、レストハウスがある。 2003年までに241種の野鳥が確認されている。ありがとうございます。